ライブ配信だよ。ライブ配信なの？誰か見てまっかみたいな。見てまっか。ゲームいいですねって。はーい。寒いけど。雪降ってるけど。まあ体動かせば大丈夫。はーい。いやいや真ん中やったら死ぬって次守りやし。守りも込めてない。赤いランプ。いやこれ充電中。あ充電中。ちゃうね。今撮ってる。ちょっとあのツイッターに上げるやつ短いし2分ぐらい。1分50秒ぐらいで手上げてやめろし。半分ぐらい。おしまさんこっち。手上げて。あここら辺。はい、いつもね、まあ、ハッサン来てくれてるね、地元の先輩でもある地元の押村さんね、来ていただいてます、今日。で、押村さん、昔からね、弾、いろいろね、使ってると思うんですけど、最近の弾、安くて精度いいっすよね。昔のね、ずれたような弾とか、ねえ、どう思います？ちょっとここのこれまだね来たばっかりで、ね、まだ今ちょっとチェック中なんでまだわかんないですけど、全般的にいいですよね。まあそうですね、昔よりはかなり格段に良くなった。なんかまあでもやっぱり基準は丸いなんかなという気はするんですけど、それはもうね、もちろん丸いし、これはどうなんですか。うん、いや、うちよかったら、ね、やっぱ初心者さんとかも多いから、できるだけ安い玉入れたいな。もう、綺麗です。綺麗です。表面はね、つるっとして綺麗、ね。まあ、プラス、ナム線の、ね、スペシャリストなんで、今日、押島さんのね、ブースも出てますんで、ぜひね、寄っていただいて、また おとなしい。寄っていただいてって言うても、もういませんよ、ま、た次来たと寄ってくださいね。はい、じゃあ押村さんね、ぜひまた皆さんよろしくお願いします。はい、ちょっといっぱいね、秘蔵のもんがありますので、デッドストックね、ぜひお願いします。ありがとうございます。ありがとう、これあげるし。おいけど、まあ、ね、してんのかこれ。カルビ丼です。低いだろ、こんなもん食ってるかっていう。
多分現職の人は引きますよ、ね、こんなもん休みの日に食うじゃねえっていう。あれよく見たら M43 もあった。ああ、あれでもね、あの韓国で使ってたやつなんですよ。あ、そうなんですか。あの物は米軍だ。ああ、なるほど。使用してたのがちょっと韓国軍。あのハングルのステンシルが入ってる。あ、したら あれですね、テクソンヨットでした、ね、将軍がいるんですよ、向こう英雄の、その人が着てるやつと同じ色だったりして、最近まで生きてたんですけど、死んじゃったんですよ、2年前ですか、確か元々日本の軍学校出身だったので、日本語ペラペラでした。へー、あ、うまい。ナムのレーションって今どき嫌ですよね。リプロ品とかで入ってくることないですよね。あのリプロ サムズとかですよね、今出してるやつ、でも、まあ別に悪く言うわけないんやけど、中身までは実は作ってない。ありものに似たようなテイストのやつ。武藤君食ったことある？中身サムズとっても美味しいゼリーみたいな、フルーツミックスとか、なんか森永のクッキー入ってるのでした。そうでも、あれが一番別に中身なのか、あの外装の箱が確かに欲しいっちゃう。いや、そんなんちょっとだけ、どれぐらいのロト作るのか知らんけど、はい、無理やって。カレーが入ってたんだけど、あ、カレーも。で、あんまりリアルに当時もん作ると絶対うまくないはずやし。ああ、そうですね。私は結局自衛隊の感じです。何、二次大戦のイベント行った時に、はい、そうそう、太平洋戦争のイベントやって、で昼飯だ、あの作るんでみたいな、まあ言うたら料金に入ってんねんから、はい、で米軍用と日本軍用と別やん。日本軍は味噌汁とご飯と何やったかな、なんかやけど、米軍はあのあれやん、ポーク&ビーンズ、ポーク&ビーンズと食パンと。もうなんか質素ですね、だから。いや、もう絶対日本軍の方が飯いいやんみたいな。日本人からすると味噌汁欲しいんだよな、みたいな。ありますね。確かないですよね、なんかアムスマガジンか何かに載ってたら、なんかレーションのページなんかもう取っといたんですけど、あれにもなんか載ってます。質素ですね、飯。なんか朝はなんかオートミールがたっぷり乗っかって、上にベーコンが乗ってるみたいな。そんなばっかり。これはちょっと、あれ、またゲームしてんの？貸し切りの方じゃないですか。一回抜けてしまったのに、わけわからへんのに。タープの方を下で食べるのは、なんか北海道のサバゲーマーだったらしい。向こうのああいう屋根であるところで食べるって、なんかサバゲーマーじゃないですか。向こうはこういうタープの下で食ってますから。あとまだ向こうの航空自衛隊の基地、あそこの公園まだ見に行ってないですよ。来週多分見に行ってないです。
米軍の払い下げで使った機体とか残ってる。今回は見るもの見えるからいいっすか。前来た時はもうどこもかしこもコロナで閉まっちゃった。今また増えてるしな。どうなんやろな。それと、でもよう見たらポテトチップスやん。しば漬け味なわけ。しば漬けの味がわからへんで。自分が持ってきたお土産を食う。あ、そうだ。七五三もなんかお土産を食ってないのか。いやいやいや。あの自分あの本当はお土産でカレー持ってきたんですけど1個しかなくて。すいません。いやいや。またお会いできてよかったなんか。お土産持ってきます。また降ってきた。中入ってくださいよ。たこ焼きも食いたいな。新しいのですか。これはあの L 型ライトにいつもハマってるやつやん。L 型ライト忘れてきた。キュンキュン作ってたね。これの方がどっか置いた時の安定感あんねんけどな。それ忘れてんじゃん。えぇ、はい、こちらの B が多いですかね。それでは、サロンドラハッスル初めての方、手を振り返るのも把握できませんので、自分のチームから必ず相場よりお願いします。それでは、皆様ご協力ありがとうございました。ただいまからグリーンの初めていきますので、皆様座席の方へお戻りください。どういうこと？いや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 いけど。貼るとこがね。豚汁。豚汁か。豚汁貼られてますよ。おはようございます。おはようございます。たびたびお世話になってます京都から来ました押村です。シーフィールドの入り口の、すぐ左側でテントをしてやってます。あんまり物も広げてないですし、値札もついてませんけど、ガサガサ漁っていただいて結構ですんで、あと質問等、気兼ねなくしてください。あとちょっと動画撮ったりもしてますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それでは次は、ネクエ
川さんがありがとうお願いします。こちらですね、奥の方で撮っていただいております猫屋です。今日はですね、BDU が上下5500円でなっていることを、あと寒いですので、高いコートの方もたくさん用意しておりますので、ぜひお越しください。お願いします。はい、それでは、次は武藤さんからありがとうございます。で、テンパってて、キーキー取らへんわ。今日はですね、木村商店さんのお題提出をさせていただいております商品といたしまして、気づいた。あとは、L 字装備の、パッチとかパッチ、あとトルスターとですね、でそのほかね、リズルスのブレーキャー呪い分けしてくれって言うよ、さかいに何パーセントでって。それ大事ですね、それは大事です。お願いします。もうその話はちゃんとまとまってます。え、まとまってる、はい、決裂した。おはようございます。本日も一日フィールドの方に常駐しております。ゲーム中のマントラブル修理とかですね、そういったことやってます。ですのでゲーム中何か弾が出ないとか銃が動かないとか、ありましたら気軽に持ってきてください。注意させていただきます。あとはですね、今日皆さんお迎えの銃の銃弾とかカスタムなんかもやっております。メンテなんかもやっておりますので、何か興味あることがございましたら、気軽にご相談ください。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではザ・カーブの村田さんから挨拶を願います。皆さんおはようございます。おはようございます。本日ザ・カーブの、ザ・カーブに来ております。ザ・カーブさん、ザ・カーブですが、そこの自販機を出て、こっちの奥の緑色の問題でやっております。ザ・カーブや装備類、衣類だったり、食い物のアウターラケット、また小箱の、グローブだったり、防具なんかも設置しております。暖房を使って、待っておりますので、温まるついでに見ていただきたいなと思いますので、今日はよろしくお願いします。お願いします。あ、すみません、パイロとか、電車の消耗品なんかも置いてますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。出てんねん、ダミーキーセットみたいな、ダミーキーみたいな出てんねん。いろんなね、あの子供のジャラジャラつけるって言って、いけそうな感じなの、まあ、大丈夫じゃ大丈夫だよ。どうしたんですか。いや、みんなすぐ参戦できそうな雰囲気が盛りになる。いや、もうこのまま入るって言ってましたよ。ほんまに。